はい、よろしくお願いします。今回は高校数学の数三複素数の絶対値2点間の距離丸1をお送りします。で、ポイントは2つの、下に5問、計7問ですね、ありますので、まずね、できそうな方はここで動画を止めて、1回問題チャレンジしてみてください。で、確認してもらって、ちょっとわかんないのがあれば、今からね、自分が全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、複素数が始まる、複素数平面か、が始まって、これで3本目なんですが、今回絶対値、そして2点間の距離やっていきます。で、複素数、今までと同じように、z が a プラス bi、まあ、こうやってね、複素数を表すことができるので、これに対して、ほにゃららを z の絶対値って言って、ああいう風に書くよっていう、ここで横に棒をつけて、絶対値 z って書くんですけど、まず、複素数、これの絶対値どうなるかっていうと、ルート、大きなルートを書いて、A と B をそれぞれ2乗して足してください。A の2乗プラス B の2乗、ルートですね。あ、ルート、ルート A の2乗プラス B の2乗。これが Z の絶対値。でも表し方は同じですね。ああやって書くと。で、これは中学の時にやりましたけど、絶対値っていうのはもう原点からの距離って覚えちゃってください。だから、今回も原点 O と、まあ、その複素数平面の中で Z がここって書いてあったら、O とここの Z の距離、これを表してます。この絶対値ね。で、また、2点 AB、まあ、A と B で点がある。原点関係なくね、A と B があった時に、その2点間、AB のこの距離っていうのは、絶対値、まあ、今 A と B をね、アルファとベータって置きましたけど、ベータマイナスアルファ、もしくは絶対値アルファマイナスベータと、これで表すことができます。これはどっちでも構わないです。もう片方でね、ベータマイナスアルファだけ覚えちゃっても構わないですし、場合によってはこっちの方が計算しやすそうだなっていう風に分けても構わないんですが、ひとまず引き算してください。二つの距離のね、あと、複素数のね、やつをね。で、まず今回これがポイントです。では、問題、まず行きましょう。まず絶対値、求める方からですね。で、絶対値はこれです。これで求めることができると。なので、一応書こうか。これの絶対値だから、絶対値3プラス i イコール3。で、こっち i にくっついてるのが1。だから b が今1ね。で、A が3ってことになるので、ちゃんと書くんだったら、サザン学プラス 1×1 が1。で、ルート。で、ルートの中計算すると、ルート10。なので、これで終了となります。で、マイナス 2i ですね。で、これは A が0なんです。普通の方ないでしょ？実数の方こっちがないからさ。でも同じようにやっちゃいましょう。絶対値マイナス 2i は、もう単純にこのマイナス2を2乗します。だから4。0は2乗しても0だからね。で、ルートをつける。で、これは出すことができるから、距離は2と。これで終了です。で、最後の、あれなんですけど、ちょっとね、地味にこうペンが止まる方が多いところで、これね、ちゃんとやるんだったら、これに乗っ取って。ちゃんとやるんだったら、さあ書こうか。1。ちょ、ここ書こうか。1マイナスルート3の絶対値ね。でしょ。で、今、i の虚数、ごめん。虚部の方がさ、ないので、i がくっついてる方がね。ないので、ごめんよ。こっちの、まあ、a がこの a1 マイナスルート3になってます。でも単純に2乗するだけなんで、2乗しちゃいます。で、そうすると、よいしょ、ごめんよ。1マイナスルート3の、これの2乗の、ルートってこうなります。で、この中、まずちゃんと計算しなきゃいけないので、計算をすると、ちょっと暗算しちゃいますね。4マイナス2ルート3でルートだね。こうなります。二重混合なんだよね。昔勉強した。そう。で、二重混合は、まあ、ここに2がちゃんと出てきてるので、かけて3、足して4になる数字のコンビを探します。いいね。かけて3、足して4のコンビ。で、今3と1なんだよ。3、1が3で、3足す1が4で見つかったでしょ？で、ここが引き算なので、
大きな数字の3が先引くルート1となります。でもルート1って1と同じだから、ルート3マイナス1でこれで終了です。ちゃんとやるとね、いいか、まあ、やってることは同じね。二乗して、まあ、二重コンボ使ってますけど、で、こうやって置いていく。だけど、実はそうじゃん。そうやんなくても大丈夫で、これね、今、愛がないじゃないですか。全く愛が関係ない。だから、単純に、この複素数って勉強から頭を離して、絶対値、1マイナスルート3でどうやって絶対値外すんだっけって考えるの。で、絶対値っていうのは、その中身が、プラスならそのまんま出てくるんです。だから、絶対値3っていうのは中がプラスなんで3なんです。じゃあ、中身が、負になってるとき、どう外すかって、符号を変えて外すんです。これがルール、絶対値の。だから同じように考える。で、1マイナスルート3っていうのは負なんだよね。だってルート3って絶対1より大きいから。これ負って分かってる。じゃあ、こいつにマイナスをつけて、符号を変えて外せばいいから、マイナス1マイナスルート3って外すでしょ。で、マイナス配れば、ルート3マイナス1だから同じになるんだよね。まあ俺はこっちでいいと思います。このタイプの問題だったら、時間もったいないしね、二重コンボ入ってくるし。とは思うんですが、まあこんな感じでやってみてください。で、次ね、2点間の距離です。まあこれ、ベータマイナスアルファ、もしくはアルファマイナスベータでやっていきます。で、まあ AB が指定されるので、AB でしょ。で、まず、まあ引きます。で、どっちからどっち引いても構わないので、まあこれどうしようか。これは、こっちから、A から B 引こうかね。こっちからこっちを引きます。そうすると、これからこれを引くんで、まず5を引く1だから4でしょ。マイナス 2i。引くマイナス i だから、マイナス i になります。今暗算しちゃってごめんね。今こうなると。大丈夫かな？合ってるかな？あ、大丈夫ね。で、これを、どうやって計算するかっていうと、これも4マイナス i。これの絶対値求めろだから、こっちに戻ります。A が4、B がマイナス1なんで、4、4、16。で、マイナス1の2乗はプラス1になるから、こうなる。で、2点間の距離、ルート17でしたと。これで終了です。で、こっちも同じようにやってしまいましょう。AB。で、基本的にマイナスが出てきてほしくないなって考えるんですよ。で、こっちからこっちを引くと、マイナス4なんだよね。まあ、後ろはプラスになるんだけどさ。まあ、どっちでもいいです。逆にしよっか、今度は。じゃあ、今回は B から A を引きます。そうすると、3引くマイナス1なんで4。マイナス 5i 引くマイナス 3i だから、プラス 3i に変わるので、マイナス 2i になります。で、同じです。A が4、B がマイナス2なので、4、4、16、マイナス2の2乗は4。で、ルート、で、ルート20です。で、忘れずに20は直せるからね。4×5 なので、2ルート5に直してあげて、これで終了となります。今回ね、ちょっとやってないですけど、もちろん逆で計算しても絶対に同じ答えになるから。ね、これどっちでもいいんで使ってやってみてください。では、今回は高校数学の数三複素数の絶対値2点間の距離丸1をお送りしました。今回もね、最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。で、次ね、また丸2の方取っていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。